山田彦八から1942年1月28日は幕末の薩摩藩士。日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。鹿児島県出身。山田雄陽の息子として生まれる。山田直親や山田三次郎は弟。おじ、大久保利道勧めにより上京。翌明治4年9月、海軍兵学寮に入学。 1878年7月、海軍兵学校を卒業。1881年1月、海軍少尉任官。1884年10月、今後分隊長となり、軍事部出勤、参謀本部海軍部、第二局下院、海軍参謀部、第二局院、何は、つくば、五福島の各分隊長、松島海港委員などを経て、 1891年12月、海軍少佐に昇進。1892年6月、海軍参謀部第三課会員となり、クレチンジュフ参謀、吉野副長を歴任し、1895年12月、天城艦長に就任。天竜艦長、クレ海兵団長を心得を経て、1897年6月、海軍大佐に進級し、クレ海兵団長となった。 1898年5月、須磨艦長に就任し、岩手海港委員長、同艦長、佐世保鎮守府参謀長を経て、1903年11月、朝日艦長に発令され日露戦争に出生。1904年6月、海軍少将に進み、第三艦隊司令官に就任し日本海海戦に参加した。1905年12月、 第一艦隊司令官に移動し、佐世保水雷団長、クレ水雷団長を経て、1908年8月、海軍中将に進み、第一艦隊司令官を務めた。以後、竹式洋工部司令官、旅順陳述司令長官、横須賀陳述司令長官、海軍将官会議議員を歴任。1915年3月、交尾役に編入となった。ありがとうございます。